集まってもらったのは金を配るためじゃない、みんなを仕事に就かせるためなんだ。ちゃんとした仕事があれば誰かに頼らなくても生きていける。それに誰かの都合に振り回されなくていい。自分で自分の生き方を決めてよくなるんだ。ねえ、何がしたい？どう生きたい？本当はみんなあるはずだよ。そこへ一歩ずつ近づくんだ。ここをその始まりの場にしよう。そう言われてもな、誰がパリパスを雇うのさ。それだが、俺のいる工房の親父さんがな、キャゼリナの頼みなら来てもらって構わねえって。でも私たち、そんなところで働けるような腕もないし。分かってる。だから勉強できるようにするんだ。ここに小屋を建てて先生を呼ぶ。読み書きと計算を教えてもらえることになったんだ。それから木工細工や針仕事、簡単な薬の調剤なんかもだ。知識や技術を身につければ工房や商会に斡旋する。なのいいから金くれよ。仕事だ勉強だ、めんどくせんだよ。手っ取り早く金くれりゃいいじゃんか。誰かからもらった金で、あんたは何日安心できる？使い果たしたらどうする？いつか誰かを待つの。飢えて死ぬまで。そんなのくれなきゃ奪えばいい。金持ちから奪えってお前も言ってただろ。今のキャゼリナは違う。うん、言った。でもそれは間違ってたんだ。本当にごめん。奪えば奪われるだけ恐怖と憎しみが増える。不幸を誰かに押し付けるだけだって気づいたんだ。みんなはそんな自分誇れる？私は誇れないって、そう思った。だからさ、誰かから奪うんじゃなくて、欲しいものは自分の手で作り出そうよ。変わりたいって気持ちさえあれば誰でも受け入れる。この場所から一緒に自分の未来を描くんだ。あのさ、俺革職人とかできるかな？私服を作ってみたいんだけど、家族のを作ろうってたからできるかもって。子供たちにも教えてやりたいな。頑張って勉強するから、俺にも先生やれないかな？俺みてえのクズが変わるって言っても。変われるよ。やりたいことを聞かせて。なければ一緒に考えるからさ。海ってやつ、見てってガキの頃から。じゃあ計算を学びな。それができればブライハーベンの商人に紹介できる。みんなの話を聞くのまだまだかかりそう。すっごく興味を持ってくれたみたいで。世間はパリパスに厳しいって思うけど、あんまり不安にも思ってないんだ。だってもうすぐあんたが王様になるでしょ。だったら絶対パリパスも生きやすくなる。期待に応えなきゃな。待ってるね。私も未来に備えてもう一頑張りしてるから。もちろんあんただけに頼るわけじゃないよ。みんなで一緒に協力し合って変えていく。王様なんていらないってのが理想かもね。世界を変えるのは一人の王様じゃなくて、私たち全員なんだからさ。確かにそうかもしれない。そうだよ。誰だってきっと自分の世界を変えられる。私たちの道は違う。だけど一緒に戦ってるよ、二
苦しい時、寂しい時は私を思い出して。どこかで私も戦ってるから、あんたが王様になってもその先もずーっと仲間だからね。信念を貫く賞金稼ぎキャゼリナ、格闘家の美徳をなお強く抱き続けるもの。彼女との絆の結実によって、その最上の英雄像があなたに目覚めたようです。彼女からもたらされた新たな力で、あなた自身の宿命を必ず果たすのです。でっかい夢もこの拳で勝ち取んの。キャゼリナ、ご飯差し入れだって。すぐ行く。ねえ、あんたも食べてかない？ちょっと早い。王様おめでとうの宴。